すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、本日もね、島を出て県の方に来てますということで、こちら来ちゃいました。どん。西武新宿線本川越駅から徒歩3分ぐらいのところにあるガンジャさんにお邪魔してます。こちらね、ここあの川越ではかなり支持されてるつけ麺のお店ということで、リスナーさんはね、もちろん友達とかにもね、結構おすすめされてたので、早速ね、正統派つけ麺をすすりに行きたいと思います。そしてすすりに行っちゃいますか。レッツゴー。さあ、ガンジャさん、いろいろ迷いますが、今回はつけ麺チャーシューにしましょう。キョロキョロしていると、麺とつけ汁が到着しましたよ。こちらがガンジャさんのつけ麺チャーシュー。わあ、このつけ汁は魚粉がいっぱいで、見るからに濃厚そうだぞ。麺は美しい輝きで、この太麺がよく絡みそうです。それは、いよいよ。ではつけ麺恒例のオンリー麺すすりから。おお、もちもちなのにコシがあって、かなりの歯ごたえです。これはすぐさまつけ汁にくぐらせてすするましょう。ではすする。ほう、魚介と豚骨のダブルスープですが、魚介のキレが半端ない。食べ応えのある麺とのゲットで、見事なライジングインパクトです。ではここで珍しい四角いチャーシューを麺と一緒にすすり食らう。うわー、うまい。脂身が少なく、つけ汁の邪魔しないけど、とってもジューシーです。調子に乗ってもう一個食らって、幸せ絶頂、うますぎローリングジェットサンダー。さあ、お次は海苔と一緒にすすってみましょう。ちょいちょいちょい、海苔の香ばしい香りがこの魚介スープと合わないわけがない。うまいです。さて、ここでブラックペッパーを投入してみましょう。これ絶対美味しいでしょ。食らってみましょう。エイジさん、ジューシーさの奥に新たな旨味が生み出されて最高です。ではでは、麺の方も試してみましょう。なぜか一緒についてきたチャーシューも一緒に、はい、すする。あら、セーラー。かなり効いた魚粉とブラックペッパーのパンチが見事ベストフレンド。ベリーデリシャス。さあ、ここでシンカーの使い手アジャマを食らう。マイルドな半熟で余計な味付けがなく、シンプルなうまさです。では最後に隠れてたチャーシュー食らって、しっかりスープ割りもお願いしました。キレッキレだった魚介のコクがマイルドになって落ち着いた甘さに、いい締めになりました。というわけで、本日も大変しました。濃厚な魚介にコシの強い麺が絡み合って、かなりボリューミーなつけ麺でした。では、おそれ、おう。はい、ごちそうさまでした。いやー、ガンジャさんにね、行ってきたんですけれども、結構つけ汁はね、濃いめだったんですけど、まあそれでもなんかこうさっぱり食べられるというか、麺もね、やはりこうしっかりしたツルツル太麺で、コシもあってね、噛み応えがあって美味しかったですね。こういうね、やっぱツルツル太麺とキリッとこう醤油の強いね、つけ汁の相性はね、もう抜群ですよね。あー、もうカニとカニスプーンみたいなね。そこにね、ああいう細切りのね、チャーシューなんかが入ったらね、もうね、それではするの公式キャッチフレーズ、ガンジャさん、ちゃんと育った長男や。はい、もうええわ。